今日は数学1の2次関数の章から2変数関数の最大、最小問題を扱うよ。2次関数の最大、最小って定期テストでも出やすい必修単元だと思うんだけど、その後半に出てくるところだよね。そうだね、ぜひマスターしてね。なお、微分を使って解くこともできるけど、高校の範囲を超えるから今回は使わないよ。わかりました。それじゃあ例題を一緒に解いていこうね。はい。まずはこれ、〇〇の時っていう条件式があるパターン。変数が x と y で2つあるね。だから2変数関数と呼ばれているんだよ。こういうパターンは2変数を扱いやすい1変数に変えちゃおう。どうすればいいの？条件式を変形して代入するだけだよ。あ、y だけの2次式になったね。これは y2 乗の係数がマイナスだから上に凸のグラフになるね。横軸が y、縦軸が p だね。 y の定義域は実数全体なので最大値はどこになるかな。これは単純に一番上、頂点のところでいいのかな。そういうことだよ。平方完成で基本形に変形して頂点の座標を出せばいいね。できた。つむぎちゃん、まだ p が最大値を取るときの x の値を出してないよ。そっか、忘れてた。最大となるときの y を条件式に代入すればいいね。これで本当に終わりだね。はい、じゃあ次は x、y の定義域が指定されていて最大最小両方を求めるパターンだよ。やり方は途中までさっきと同じだよ。条件式を変形して代入して2変数関数を1変数の普通の2次関数にしちゃうんだよね。そうそう、大丈夫だね。上に凸だからこういう感じのグラフになって、最大値はやっぱり頂点でいいのかな。頂点の x 座標が条件を満たす範囲に収まってればいいよ。 x の定義域は0以上だよね。そうなんだけど、今回は2変数関数なので y の定義域も考えないといけないよ。どういうこと？こういうことだね。あ、不等式を解くんだね。そうそう、x と y の共通範囲を考えるってことだよ。さっきの頂点の x 座標はこの範囲に収まってるね。だから最大値はここで大丈夫だね。 y も求めて、これで最大値の方は完成だね。次は最小値だね。もう x の範囲が出てるから、この範囲で考えて一番小さくなるところが答えだよ。グラフをイメージすると分かりやすいね。x の範囲の下限と上限を代入するとちょうど軸と対称になって、共に y が0になるのが分かるね。ここが最小値だよ。 x が0、4それぞれの場合の y の値を出してまとめたら終わりだよ。できました。はい、じゃあ次は条件式がないパターンだよ。さっきのやり方が通用しなくなっちゃったよ。このパターンはまず x に着目して整理しよう。 y は定数として扱うよ。高校の最初でやったやつだね。そうだよ。そうしたら x に着目して平方完成して基本形にしてみよう。そうしたらさっきは定数扱いにした y についても基本形に変形するよ。変な形になったね。何かの2乗足す何かの2乗引く5だよね。ここで注意、特に断りがない場合 x、y は通常実数として考えるよ。 x、y が実数だってことは重要なことなの？複素数まで考えると2乗にしてマイナスになる場合が出てくるんだけど、実数の場合2乗にすると必ず0以上の数になるんだよ。なるほど、取り得る値の範囲が限定できるんだね。そうそう、そして0以上の数で一番小さな数は何でしょう？これは0だよね。そういうことだよ。今回は最小値を求める問題だから、ここが 0+0 になる時を考えるんだよ。やった、最小値が出ました。この時の x、y の値もイコール0の方程式を解けば出せるね。できました。いいね、つむぎちゃん。そうしたら最後の問題だよ。これはほぼさっきと同じだからきっと解けるよ。さっきと同じようにやってみるね。
書き書き、書き書き。ここまでできたよ。X について整理して、基本形にして。その後、Y のところも基本形にして、2乗足す2乗の形にして、最小値が求められたよ。いいね。ここまで完璧だよ。合っててよかった。あとはこの時の、X、Y の値だよね。これは右の式で Y を先に求めて、左の式に代入すればいいね。できちゃった。すごい、すごい。つむぎちゃん完璧だよ。えへへ、やり方がわかれば、そんなに難しくなかったよ。それじゃあ今日の授業はここまでだよ。それじゃ、またね。バイバイだよ。